日本栃木県栃木市、海門町海門町は栃木県栃木市の地名。郵便番号は328-0072。栃木地区中部に位置し、東は昭和町、泉町、西は小平町、南は西木町、北は大町と接している。海門町の一部は泉町、小平町、西木町、昭和町の各一部とともに重要伝統的。 建造物群保存地区に選定されている。天正年間に岡田家門が荒れ地を開墾して開拓したとされ、江戸幕府より家門に田村の名を得る。慶長年間に下屋国への元藩領となり、後に幕府領1647年に武蔵国岩月藩領1681年に幕府領となり、1685年から旗本、 畠山市領の支配下に置かれた。岡家は豪農として栄え、村が畠山市の地行地になると、1689年に屋敷内に陣屋を置き、下付国内の畠山領内11村の壮大な主を務めた。日光霊兵主導の街道であり、宿場町である栃木塾に近いこともあって、商家や職人の家が数十抜き並び、小さいながら、 集落を形成した1869年に日光県の管轄になったが、1871年の廃藩地県によって栃木県に編入され、1876年の区画改正の際に加江門町と改称された。1889年の町村政志向によって栃木町に編入された。1932年に北関門道路が開通すると、 人の往来が減少し、店舗も減っていった。戦後、加エ門町という名称が封建的だという理由で、ことぶき町への町名変更が検討されたが、歴史を重んじる寄付から、現在の名が維持された。現在は日光礼兵指導の町として、町並み保存が図られている。2017年8月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 倉の町循環、ノーラッセ号、私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。